シャンパーにあるデンヌの風力発電施設フランスの風力発電ではフランスにおける風力発電について説明する。フランスは欧州でドイツ、スペイン、イギリス、イタリアに次いで5番目の風力発電容量を持つ国家である。フランスの主要発電、給電会社であるフランス電力は2010年に 10GW の発電容量を導入する計画を保有していたが、 2012年時点で 7GW ほどにとどまっている。フランス政府は2001年9月27日に策定された EU 指令 2001-77EC に準拠するために2010年に電力消費の21%を再生可能エネルギーで賄うことを目標を計画した。最終的にこれは達成できなかったものの2020年に向けて 再度23%を再生可能エネルギーにする目標を計画している。ドイツのリパワーシステムズはフランスにおいて 1GW 以上を導入している。2012年の大統領選挙でフランスでは政権交代が起こり新たに大統領となったオランドは原子力エネルギーへの依存度を50%に減少させることを公言している。フランスは 陸上の風力発電施設に加えて洋上風力発電に力を入れており2020年までに6000メガワットの洋上風力導入を計画している。これらの風力発電施設は欧州の風力先進国の技術力を背景に EDF やアレバなどのコンソーシアムが受注している。一方で洋上風力発電の開発には巨額の研究開発費がかかっており 2014年には業界再編の中でアレバとガメサが合弁企業を作ることに同意している。モンサン・ミシェルの近郊の風力発電施設が景観問題から建設中止命令が出された例がある。合計導入容量は2010年1月9日で4521メガワットであった。2012年の終わりの時点では7564。 メガワットに増強されている。海外圏、海外領土にも67メガワットの風力、発電機を導入予定であり、おおよそ1718台に相当する。海外への展開も行っており、カリフォルニア州での風力発電所の建設や、トルコの風力発電事業への投資なども行っている。世界新エネルギー地図第6回、フランス。 ミズホ、2014年2月5日閲覧。リーパワー、フランスでの風力発電の設備容量が1、ギガワット2。イクル、2014年2月5日閲覧。フランス政権交代、再生可能エネルギーに舵を切る兆し。アフプブニズ、2014年2月5日閲覧。大規模な洋上風力発電導入計画を進める。フランス、大仏党市長。 2014年2月5日閲覧。フランスの再生可能エネルギーは今、1万人の雇用が期待される、洋上風力発電。復興日本。ニーケーブプネット。2014年2月5日閲覧。アレバトガメサ。洋上風力発電合弁会社を設立へ。ザ・ウォールストリート・ジャーナル。2014年2月5日、閲覧。フッツ裁判所。 モンサンミシェル近くの風力発電所建設計画に中止命令。アフプブニズ、2014年2月5日閲覧。マルベに、フランス電力大手グループが保有する米国の風力発電事業に出資して参画。日経 BP、2014年2月5日閲覧。フランスのアクオがトルコの風力発電に22億ベドルの投資。 インベストインターキー2014年2月5日閲覧。ヨーロピアンウィンドエネルギーアソシエーション S ウェブページマーチ2013シンディキャットでエンルジスリングベイラブルズ。ありがとうございます。